はい、すよか TV チャンネルです。はい、今日もですね、またポッパーズさんからお届けしてますが、またゲストはポッパーズさんです。じゃあです、よろしくお願いします。はい、クルンジュのトマさん、トマです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今年もですね、スリランカカレーを盛り上げていきたいということで、スリランカカレートークをしたいと思うんですけども、はいはい、去年、一昨年あたりからすごい数のスリランカ、すごいですね。どの業界でもすごいんじゃないかと思えてるぐらいですね。特に去年、2021年はですね、はい、特に関東圏、東京、千葉、茨城あたり、かなりの勢いで出てきまして、もう毎週のように誕生してる。なんか理由あるんですか？関東になんで2021年スリランカ料理屋を行ったわけしたか。いろいろなオープンした人たちに話を聞くと、一つにあるのは、実はもっと前から計画してたんだよ。知ってたんだけど、やっぱりそのいろんなコロナとか影響でずれ込んできて、ああ重なったってことか。そうなんですね。本当はもっと2019年にやるはずだったんだよ。はいはいはい、話を結構オープンされたの。なるほどなるほど。だからそれでずれ込んで、2019年、20年に開けれなかった分、一気に21年にどんどん。そういうこと。そうですね、そういう方は多かった。そういう話を何人かの店主さんから聞いたのと、やはりあと今なくなっていってる店もあるんで、やっぱりそこを逆に居抜きとかで安く借りれるとか。そう、それはそうですね。そういう話も聞きますし。なるほど。でやっぱり関東圏で人口の割には少なかったと思うんですね、うん、今まで少なかったですよね。ですよね。10年前とかひどかったですよ。本当に本当に東京でも2、3、片手で。そうですよね。それがまあどん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 増えてきてて、はい、一気にこの2年ぐらい前から来てる感じなんですけど、うん、はい、いや逆に関西、京都からなんですけど、はい、京都はまだスリランカカレー屋さんっていうの、曲がりのカレーはいくつかあるんですけど、はい、多分お店があるのがうちだけで。そうか。そうなんです。そうですね。で大阪は、まあ、ある程度10年ぐらい前から何店舗かあったんですけど、はい、それで、まあ、今20何軒かあるんですけど、あんまりそこからは増えても減ってもそこまでないような。なるほど。最近大阪はね。そうですね。なるほど。落ち着いた感じですね。落ち着いた感じね。はい、ちょうど10年ぐらい前から。そうですね、スパイスカレーブームみたいなのにも乗って、はい、大阪スリランカカレーの店がたくさん増えたんです。そうですね、もう10年前から5年ぐらい前にかけて一気に増えたって言っても、ね、あの規模の中で20軒あるかどうかぐらいなので。なるほど。いわゆる関西のスパイスカレーとスリランカカレーの関連性ってどういう答えがあるんですか？基本的にスパイスカレー、まあ、ジャパニーズスパイスカレーですかね、アレンジされたドカンとこうジャンクな感じの味なんですよ、うん、で関西にあるスリランカカレーもかなり油も強めで肉がドーンと入ってて、まあ、ドカ盛りというか、はいはい、すごくこうスパイスバチバチみたいなジャンクなのが多くて、はい、なんかそういう感じの方が関西のものも多いですね。なるほど。行きするところによると関東では結構優しい。そうですね。ガツンみたいなあんまり見たことないですね。そうですね。どっちかというと家庭的な優しい感じのが、うん、関東は多いんじゃないですかね、うん、そうですね、僕もそう思うか。東京はね、はい、特に、うん、京都でやってる中でどちらかというと家庭的な優しいカレーを目指してやってるんですけど、うんうん、そうですね、なかなかそういうスリランカカレーが関西周辺ではそれほどなくて、もちろんやってるお店もあるんですけど、はいはいはい、だからどの辺がこうトレンドというか、うん、になっていくのかなっていうのは、もちろん関西と関東だけじゃなくても違いはすごいあるんでしょうけど、うん、なんか難しい。そうですね。だから逆に千葉とかね、はい、茨城だとスリランカの方が結構住んでるんで、うん、どっちかっていうとスリランカ人向けはい、お店みたいなのも結構あるんですね、うん、そういうところに行くとやっぱり結構辛くて濃い味みたいなレストラン多いですけど、はいはい、いわゆるこう現地にあるお店の、はい、そうですね。だからもう逆にスリランカの人をメインターゲットに考えてるから、うん、あんまり薄い味にしちゃうと逆にあんまり来なくなるんですよね。そういう部分はあると思うんですけど、うん、東京はどうですかね、今後ちょっと分からないですけど、うん、
どうでしょうかね、まあ、言うてスリランカ料理どういう立ち位置かというと、うん、去年大ブームだったですが、はい、まずほとんどの人知らないです、ね、そうですね。インド料理とスリランカ料理の違いを述べようって言ったら、うん、多分ほとんどの人は分からないし、うん、まあ、カレー食べてるのぐらいのレベルの中で、当然皆さんご存知の通り、よほどインドカレーよりもスリランカカレーの日本人の口に合う、うん、あの出汁感というか優しい感じなので、絶対これから流行っていくと思うんですよ、ね、はい。なのでこれからどういうふうに広がっていくか、うん、お店が増えていく中でやっぱり多様性がないといけないと思うんですね、はい、ローカルの人が食ってこれうまいっていうのと、うん、初めてスリランカ料理を食べる人が食べて美味しいっていうのと、うんうん、いろんなお店ができて初めて層が厚くなってくるんだと思います。そうですね、うん、だからいろんなお店があっていいと思うんですよね、うん、本当に濃いところもあれば家庭的な優しいところもあっていいし、お酒が飲めるようなところもあっていいし、そうですね、それがスリランカベースに広がっていけばよくて、はい、インド料理がいい例で、より本場に近いインド料理屋さんだったり、日本風にアレンジされた店だったり、はいはい、居酒屋風だったりレストラン風だったり、もうすごい多様性が飛んでるじゃないですか。そうですね、それがスリランカレストラン、スリランカ料理でもできないわけはないと思うんですね。そこをちょっとこれから次のフェーズに行くべきかなと思って。そうなんですね。だからそういういろんなお店ができることによって、やっぱりお客さんというか層がね、広がる、うん、そしてお客さんも気分とかいろんなシーンに応じて使い分けができる、うん、ある時はもう本当に現地のバス停の横にショッパーみたいな、ね、ご飯いくらでも食えるぜもいいし、はい、ポッパー屋台があってもいいし、そうそうそう、うちみたいなお店があってもいいし、そうと思います。いろんなジャンルというかタイプのお店が増えることによって、やっぱりこのスリランカカレー広まっていくことになるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だからよくあれは偽物だよとか、はい、そういうことを言う人たちもいいんだけど、はい、そうではなくて、やっぱりいろんなスリランカカレーあっていいと思うんで、はいはい、特にやっぱりここね、日本なんで、日本で採れる現地の食材にこだわらなくてね、日本で採れるその土地で採れるものを使ってはいいと思うし、魚とかね、向こうにはない食材、結構まあ牡蠣のカレーとかいろいろ採れない鮭のカレーとかね、いろいろちょっと模索しながらやってますけど、まあ、そこがね、はい、僕の中で食文化の融合だと思っていて、うん、はい、スリランカ人シェフがうちにはいるので、彼に魚の扱い方だとか魚の種類を教えてあげるんですね、うん、やっぱり圧倒的に魚の知識は日本人が持っているので、はい、そんな中で例えば今だったらマグロの尻尾がむっちゃ安く手に入るんですよ、でマグロのテールカレーを今開発中だし、はい、そういったことがこれからいくらでもできると思う。そうですね、逆にスリランカではあまり使わないような、そうですね、確かに牡蠣カレーなんてない、ね、そうですよね、そういうふうに可能性はいくらでもまだまだあると思う、はい、そしてやっぱり東京ですね、やっぱりね、東京なんとか日本全国に発信するために、ね、うん、東京で流行ればちょっと遅れて関西にもやってきますし、ね、僕関西の方が先のようなイメージありますけど、そこは、ね、どちらどっちっていうのはない、ジャンルによって、まあ、ジャンルによってですけど、でも概ねスパイスカレーというところではそうかもしれないですけど、うん、新しく何かやるのは関西で、海外から入ってくるのは関東かなっていううっすらイメージありますけど、東京で流行るとやっぱりみんながテレビの露出も違いますし、注目がやっぱりね一気に集まると思うので、はい、そして今年の2022年のスリランカカレー業界といいますか、うん、トレンド的な予想といいますかですね、はい、どういうものはこれから流行っていくかなとか、うん、どういうものを求められてるのかとか、あるいはこういうものをやりたいとかですね、ちょっとそれを予想してみたいと思うんですけど、うん、はい、そうですね、まあホッパーとかね、コットローティーとかね、はいはい、スリランカ風のブリヤニだとか、はい、まあ、いわゆるライス&カレーには属さない単品は絶対出てくると思います、はい、そうですね、はい、あれはもうどれも日本人好きなので間違いない、はい、どう表現していくかだと思います。確かにライス&カレーはまあまあちょっとは認知度がちょっとだけ上がってきてはいますけども、まだコットゥーとか言っても何それみたいな、そうですね、まだいくらでもあるんで、そこら辺が次のフェーズだと思います。ありますよね、そうですね、ライス&カレー以外のコットゥーとか、うん、まあ、それが一つのトレンドというキーワードになるんじゃないかと思います、うんうんうん、巻くやつもね、ロールスとかロティ、うん、そうですね、それこそパンもいろいろあるし、ね、揚げ物もいっぱいあるし、そうですね、そう、ホッパーもいいしね、なかなかやりたくてもでもあれ難しいですね、そうです、時間が、はい、時間がどうしてもかかる、実際あれだまた別問題ですけど、なんか専門店とかじゃないとあれで売り上げ取るのは難しそうな、うん、時間がちょっと取られすぎて、うん、だからでもそれこそホッパー
アッパーの屋台とか屋台風みたいな。そうですね、そういうのができたら最高ですよね、うん、まずイベントとかで、うん、曲がりとかで出店していくのはありかもしれないですね、うん、それはあります。日本のたこ焼き屋さんみたいな感じで。そうですね、ここ、うん、本当に現地でやってるような感じでやったらいいかなとも思いますけど、ね、はい、はい、そしてあとは何かありますか、野間さんは。そうですね。